藤井聡太竜王、大家王、王将棋聖、20が2年ぶり4回目の優勝を目指して、渡辺明名人、棋王38位と対戦する、第16回朝日杯将棋オープン戦決勝が、23日、東京都千代田区有楽町朝日ホールで始まった。先手後手を決める振り駒の結果、先手、藤井聡太で飛車先のオフをついたのに対し、後手、渡辺明は、角道を開けてスタートした。 同日午前中に行われた準決勝で藤井聡太は豊島正幸九段32に負け寸前まで追い込まれながら大逆転勝ち渡辺明も2点3点するスリリングな展開の末糸谷哲郎八段34を下した両者の対戦成績は藤井聡太の14勝2敗と圧倒的にリードしている。 現在進行している起用戦五番勝負も藤井聡太が連勝して第3局を来月5日新潟市に控えている朝日杯では4年前の第12回決勝で対戦しているこの時は藤井聡太が制して連覇を達成した渡辺明は第6回の優勝者でもある現在未放映のテレビ対局を除いて先手番としては25連勝中 しかも本年度は JT 杯銀河戦と連覇している。公式棋戦3冠は2011年平23度に羽生義晴九段が JT 杯朝日杯 NHK 杯で優勝して達成している。それ以来の快挙に藤井聡太が挑む。持ち時間は各40分。23日夕方には決着の見込み。藤井聡太竜王対豊島正幸九段準決勝で。 対局開始勝てば同日の決勝へ将棋朝日杯将棋の藤井聡太竜王王位 a 王王将棋聖20は2月23日朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント準決勝で豊島将幸九段32と午前10時15分から対局を開始した2年ぶり4度目の優勝を目指す藤井聡太竜王と初優勝を狙う豊島九段による一戦 勝者は同日午後に行われる決勝に進出する藤井聡太王将は2016年10月に4段昇段第35期竜王1組以上2期順位戦 A 級 A 級1期 タイトル獲得は通算11期、現在最多の5冠保持者で、現在は初防衛をかけて、羽生吉治九段52と王将戦7番勝負、さらにはダッシュを目指し、渡辺明棋王、名人38位と棋王戦5番勝負と2つのタイトル戦に臨んでいる。棋戦優勝は2017、18年、2020年の朝日杯優勝を含む6回。 前回は準々決勝で敗退しており、今季は2年ぶり4度目の優勝を狙う豊島九段は2007年4月に4段昇段。竜王戦2組、1組以上、9期、順位戦 A 級、A 級以上、6期。タイトルは竜王、名人など通算6期。棋戦優勝は5回を数えるが、朝日杯はベスト4が最高。今年の朝日杯は本戦からの出場で。 久保敏明九段47菅井達也八段32勝利し有楽町域きを決めた両者の過去の対戦は31局あり藤井聡太竜王の20勝豊島九段の11勝昨年7月の大井戦七番勝負第2局以来藤井聡太竜王の7連勝中となっている注目の一戦を制するのはどちらか 持ち時間は各40分で振り駒の結果先手は藤井聡太竜王に決まった安倍まではこの対局を終了まで生放送する朝日杯将棋オープン戦持ち時間40分の早座式戦1次予選2次予選を勝ち抜いた棋士がシード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う 参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円、渡辺明名人と藤井聡太王将が決勝へ朝日杯将棋オープン戦。 第16回朝日杯将棋オープン戦朝日新聞社主催の準決勝が23日午前東京都千代田区で刺され渡辺明名人38が糸谷哲郎八段34に藤井聡太王将20が豊島正之九段32にそれぞれ勝ち午後の決勝に進んだ渡辺明名人は10年ぶり2回目藤井聡太王将は2年ぶり4回目の優勝を目指す 形勢が2点3点した対局を制した渡辺明名人は終局後序盤から苦しくしてしまったがうまく粘ることができた久しぶりの優勝のチャンスを生かせるように精一杯頑張りたいと力を込めた一方終盤に地たまに罪が生じていたが辛くも逃れての逆転勝ちを収めた藤井聡太王将は今期の朝日杯はすべて逆転勝ちで課題が多い 決勝は内容ををよよくでききるようにしたたいと気を引き締めた決勝は午後2時対局開始藤井聡太王将は2022年度タイトル戦を除く一般棋戦4つのうち2つを制し NHK 杯も5日に放送された対局で準決勝進出を決めている朝日杯で優勝すれば一般棋戦の年度内グランドスラムに王手がかかる